入選定選択は、落語家、落語協会会員、出林、からかさ、本名、川越達夫、新潟県長岡市出身。長岡市立坂上小学校、長岡市立東中学校、新潟県立長岡高等学校卒業、国学院大学文学部漢文学科中退。 国学院大学落語研究会出身。1989年に9代目入選定、扇橋に入門。扇達の名を与えられる。1993年、2つ目に昇進し扇達と改名。1998年に日刊飛び切り落語会、努力賞。1999年に、日刊飛び切り落語会努力賞。2001年に、 日韓飛び切り落語会奨励賞を受賞。2002年に古今帝日久林家彦一、三遊亭金八、霊霊社鈴之助と共に新内に昇進。2007年に国立演芸場花形演芸大賞銀賞。2008年に国立演芸場花形演芸大賞金賞を受賞。妻は作詞家、詩人の里志和子。三代目。 立花や文造、五代目や谷ぎや商船とユニット、三景新聞社を結成。2018年現在も活動している。落語会や教会イベントなどでも音楽演奏を披露しており、大木達はキーボードギターを担当。三景新聞社は三景新聞社から読みを拝借。三人とも名字のイニシャルが、K で始まることと、大木達、立花や文在門。 霊霊者若葉の一字ずつを取って命名した。ありがとうございます。